こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、事件を題材にしたドラマといえば？なんだ？古畑任三郎のことか？カサスだよ、カサス。おお、テレビ見すぎておかしくなったか？魔理沙も火曜サスペンス劇場見てよ、すごいから。事件の犯人といえば憎まれがちだけど、カサスは人間ドラマがすごいからさ。犯人の人間像が、悪という一言だけじゃ語ることができないんだよ。それなら、実際にあった人間ドラマのすごい事件を紹介しようか。え、本当にあった事件で？2010年に起きた、宮崎家族3人殺害事件。これは弁護人や支援者らが、裁判所に犯人への情状酌量を求めたことが有名だぜ。なんだか、並々ならぬ事情がありそうだね。でも事件の名前からして、3人も殺してるってことだよね？ああ、そうだ。その中には生後5ヶ月の子供も含まれているぜ。ええー？赤ちゃんまで？それって本当に情状酌量の余地があったのかな？今回は宮崎家族3人殺害事件の概要と、事件に至るまでの経緯も含めて説明するぜ。それではゆっくりしていってね。事件が発覚したのは2010年3月1日だぜ。宮崎県宮崎市の自宅で、妻と義母が亡くなっていると、その家の男から警察に通報があったんだ。通報したのは亡くなった妻の夫である王だ。自宅で家族が二人も亡くなるなんて、相当ショックだったんじゃないかしら。そんなことがあったら正気を保てるだろうか。それが本当に誰かの仕業なら、な。え？警察が通報を受けて現場に駆けつけると、王の妻と義母は頭から血を流して倒れていた。凄惨な現場だったでしょうね。その時にはもうすでに亡くなっていたようだぜ。妻と義母ということは、その二人は親子で亡くなったということだね。ああ、そうだぜ。二人の遺体が発見された時には、王夫妻の長男も行方不明になっていたんだ。子供まで、警察が事情聴取を進めると、王は長男の死体遺棄を認めたんだぜ。自分の子供を手にかけたということ？そんな鬼のようなこと、どうしてできるんだろう。王はそのまま逮捕されることになったんだ。それで長男の遺体はすぐに見つけることができたの？ああ、長男の遺体は自宅から約600メートル離れた場所で、土の中から発見されたんだ。なんて痛ましい事件なんだろう。長男の遺体が遺棄された場所というのは、犯人王が働いていた会社の資材置き場だったんだぜ。またなんでそんな、すぐ見つかりそうな場所に隠したんだろうね。それぞれの死因は判明しているの？犯人王は当時24歳の妻と、当時50歳の義母をハンマーで撲殺したそうだぜ。生後5ヶ月の長男は浴槽の水に沈めて溺死させたんだ。3人も、しかも家族を手にかけるなんて凶悪性を強く感じるわ。ちなみに、犯人王は朝に3人を殺害後、普段通り会社に出勤していたんだぜ。え？その日の夜9時頃、会社の資材置き場の土の中へ長男の遺体を埋めて隠したんだ。犯人王は第一発見者を装って警察に通報したが、犯行はすぐに露呈することとなったんだぜ。なんか、ものすごく、恐ろしいわ。微妙に爪が甘いのも、ゾッとしちゃうな。犯人王はどんな人だったの？もともと、凶悪性があった人物だったのかしら？犯人王は、福岡県豊前市の山あいの町で、3人兄弟の長男として生まれ育ったんだ。犯人王は小中高と剣道部のキャプテンを務め、人当たりも良かったという。あれ、意外だな。幼い頃から気が弱く、揉め事が嫌いで自ら折れて謝るような性格だったそうだぜ。誰からも好かれようと、周りに合わせて我慢することも多かったそうだ。結果としては、地元では誰からも好かれるような少年だったとのことだぜ。へえ、そうだったんだ。もっとやさぐれているとか、家庭環境がひどいとかそういうのを想像していたけど、違うんだね。両親が言うには、反抗期らしいものはなかったと。中にはそういう人もいるみたいね。犯人王もそのタイプの人だったんだ。高校卒業後は航空自衛隊に入隊しているぜ。ほう、そんな厳しい仕事を選んだんだ。その時の勤務地は宮崎県。宮崎県に住んでいた妻とは出会い系サイトで知り合い、妊娠を機に二人は結婚したんだぜ。そして結婚を機に肌に合わなかった自衛隊を退職、その後は土木関係の会社に転職したんだ。あら、そうなの？その会社では真面目な仕事ぶりで、社長からも信頼が厚かったんだそうだぜ。そしてほどなく、長男が生まれる。なんだかここまで聞くと、ごく普通の人物ね。真面目だったみたいだし、まさか殺人を犯すような人物だとは思えないんだけどな。おそらく、この犯人王の人生を狂わせたのは義母の存在が大きいのだろうな。そうなの？犯人王は結婚するときに結納も結婚式もしなかった。今時はそういう人も多いんじゃないかな？だが、義母はそれが気に入らなかったんだ。それに、犯人王が自衛隊を辞めたことに強い不満を抱いていたとのことだぜ。ええ、
そんなの夫婦の問題なんだから、義理の母親が口を出すところじゃないんじゃないの？この義母はことあるごとに、自衛隊を辞めた時からあんたは気に食わんと犯人王に強く当たった。この義母も問題あるような人だったんだね。一方で、犯人王の両親はよく米や野菜を送ってきてくれていたんだぜ。それなのに義母は、お前の親は何もしてくれんといい、王の両親を家にあげるのも嫌がったんだ。ちょっとおかしいよ。自分の両親を悪く言われて、気分を害さない人の方が少ないよ。犯人王は忍耐強い性格で、義母のそんな仕打ちをひたすら我慢し続けたそうだぜ。そんな事情があったなんて。犯人王は義母との衝突をできるだけ避けようと、仕事が終わっても車内で過ごすようにしていた。そういう人が家にいるなら、帰るのも億劫になってしまいそうだもんね。そうやって時間を潰して、帰宅は夜の10時や11時になるという生活をしていたんだぜ。そんな生活、したいと思えないな。私だったら我慢できないよ。そうだな、土木作業員の朝は早いから、犯人王は睡眠時間を削られる生活をすることになったんだ。そうか、土木関係の人は朝4時とか5時とかに現場に行くと聞いたこともあるよ。そう考えると、人間的な生活とは言えないよね。犯人王はこの生活を続ける中で、心身ともに疲弊していったようだぜ。犯人王は忍耐強く辛抱していたようだけど、犯行に至るまでに何かきっかけがあったの？そうだな、長男の初節句をどこでやるか揉めたことだと思うぜ。初節句？赤ちゃんが初めて迎える節句のことを言うぜ。女の子なら3月3日の桃の節句、男の子なら5月5日の端午の節句だぜ。ああ、わかった。ひな人形や5月人形を子供に送る行事のことだ。その人形も赤ちゃんを厄災から守る、身代わり人形としての役割があるんだぜ。へえ。だから初節句だけでなく、節句は子供を厄災から守ってもらえるよう祈る大事な行事なんだ。なるほどね。それで揉めたってどういうこと？この初節句を、福岡と宮崎のどちらでやるかということで義母は犯人王の両親と対立したんだ。感情が高ぶった義母は、犯人王の頭を何度も殴った。ちょっと、モラハラに加えて、暴力までするの？義母は部落に帰れ、これだから部落の人間はと犯人王を罵倒しながら殴りつけられたんだ。なんでそんな差別的なことを言うんだ。私でも、部落という言葉が良くない意味で言われることがあるのは知ってるよ。そうだな、一部の田舎ではそう気にせず使うこともあるようだが、差別用語として使われることが多い言葉だな。さらに離婚したければ離婚しろ、慰謝料取ってやるというようなことも言っていたんだ。離婚するかどうかは義母の口出すところじゃないはずだよ。この出来事があって、ついに犯人王の我慢は限界を迎えることになるんだぜ。それはそうだよね。当初は犯人王は自殺も考えていたようだが、最終的には家族3人を全員殺すことに決めたんだ。なぜこの決断が解決になると思ったのかは、犯人王自身もよくわからないのだというんだぜ。え？そうなの？それくらい追い詰められていたということ？そうだろうな。心理鑑定では、事件当時の犯人王は精神的にひどく疲弊していたとされている。そのため、視野狭窄意識狭窄の状態に追い込まれてしまっていたんだそうだぜ。視野狭窄はなんとなくわかるよ。でも、意識狭窄って？催眠などで意識のが狭くなった状態を言うぜ。催眠にかかってトランス状態になっている人を想像するとわかりやすいかもしれないな。ああ、なるほどね。ぼーっと、他のことは意識に入ってこないような状態ということね。そんな感じだろうな。確かに、精神的に追い詰められていたら、そうなってもおかしくないのかもしれないね。あまりに強いストレスは人格を歪めてしまうこともあるくらいだからな。この犯人王ははじめ、長男に対する殺人罪とした遺棄罪で起訴されたんだぜ。その後、妻と義母に対する殺人罪で追って起訴されることとなったんだ。そうなんだね。本人は罪を認めたわけだけど、裁判や判決はどうなったの？まず、検察側の主張だな。犯人王は義母からの叱責や育児負担で家族が邪魔になり、自由になりたい気持ちが犯行動機とした。邪魔になったかどうかはさておき、自由になりたいというのは思っていたかもしれないね。事前に凶器となるハンマーを準備していたことから計画性があったと主張したんだ。確かにそれは言えてるかも。さらに被害者の頭を何度も殴るなど残忍さがあり、長男の死体遺棄もして証拠隠滅を図っている。このことから検察側は死刑を求めたんだぜ。規定、つまり被害者になった義母の息子も死刑を求めていたんだ。出来事だけ見るとそうだよね。3人もの命を奪って、しかもその1人は5ヶ月の赤ちゃん。罪が重いのは明らかだよね。一方で弁護側は、殺害など起訴事実は認めたが、犯行自体は義母から逃れたくてしたものと反論。前科もなく、まだ若いこともあり、情状酌量を求めたんだぜ。
やったことは揺るがない事実だけど、その背景を考慮すると難しい問題だわね。裁判官って本当にすごい仕事だわ。そういえば、犯人王は当時何歳だったの？犯行当時、犯人王は22歳だったんだぜ。思ったより若かった。若いというのもあって、義母はこの犯人王を見下していたのかな。2010年に宮崎地裁は検察側の求刑通り、犯人王に対して死刑判決を言い渡したんだ。ちなみに、犯人王が義母に激しく罵られ、頭を多数叩かれて犯行を決めたことが認定されている。そういう出来事が認定されていても、やっぱり死刑という判決なんだね。判決では、義母からの言動を含む背景事情から、同情の余地がないとは言えないとしていた。それでも、犯行に計画性があり、自己中心的な犯行であると指摘されたんだぜ。少なくとも、まだ赤ちゃんだった長男は巻き添えにされただけだもんね。弁護側はこの判決を不服として控訴したぜ。しかし、2年後の2012年に控訴は棄却された。そうなんだ。それでも弁護側は判決を不服として最高裁に上告したんだぜ。最初の裁判では犯人王に対して死刑を求めた議定が、ここで一転して情状酌量を求めたんだ。あれ、そうなの？時間が経って落ち着いてきたら、考えが変わったということなのかな？この議定は犯人王と面会し母にも問題があったとして、死刑を回避できるよう上告書を提出。つまり、犯人王を死刑にしないで、情状酌量してくれるよう申し立てたってこと？その通りだぜ。被害者家族からそうやって擁護される犯人って、そうはいないんじゃないかな。議定から見ても、ものすごい母親だったのかしら。そうだな、珍しいケースと言えるし、ある種の異常事態とも取れるくらいだぜ。さらに、犯人王の減刑を求める嘆願書は、その数6000筆を超えたんだぜ。ものすごい人数の人が減刑を求めていたのね。しかし議定からの申し立てや多くの嘆願書があったが、上告は棄却されて死刑が決まったんだ。そうか、犯してしまった罪は消せないものね。この犯人王は、獄中では被害者たちの供養をするために、写経や読経を日課にしていたそうだぜ。償いの気持ちがあったってことね。また、集中できて落ち着くとのことで、色鉛筆で絵を描くこともあった。獄中で本を執筆する人もいるよね。はじめは植物を多く描いていたそうだが、次第に動物やふるさとの風景を描くようになっていった。そして、子供を囲む家族の絵を描くようにもなっていったんだぜ。その描いた絵って、集めて取っておくの？いや、当時の弁護士がこの絵を販売して収益化し、遺族への被害弁償に充てるよう提案したんだ。そして犯人王は200万円以上を遺族へ送り、遺族もそれを受け取ったという。それは有意義だと思うよ。遺族も受け取ってくれてよかったね。だが、2020年に死刑囚が色鉛筆を自室で使用することが禁じられてしまったんだぜ。え、そうなの？なんで？鉛筆削りの刃で自傷行為をした人がいたんじゃないかと言われているが、真偽は不明だぜ。シャープペンシルやボールペンは許されているが、犯人王は絵を描くのをやめてしまったんだ。そうだったんだ。まだ絵を描いていた時、犯人王はこう語っている。絵は、被害者3人のことを思いながら描いていると、特に妻と息子のことを思いながら絵を描いているのだと話したんだぜ。そうだよね。手にかけてしまったとは言っても、奥さんと長男はかけがえのない大事な家族だったんだもんね。そんな犯人王だが、死刑が確定した直後は潔く受け入れて死のうと思ったそうだ。しかし、やはり生き続けることを選択したとのことだ。重罪を犯した人にとって、生きるって償い続けることに直結するような気がするわ。無期懲役はその筆頭だな。犯人王は、家族3人の命を突然奪った自分が、死ぬことを覚悟するのはおかしいと言うんだ。それはまた、なんで？死ぬつもりがない状態で死ぬべきだと、そう考えているそうだぜ。またものすごい覚悟だね。自分なりに罪を受け止めた結果なのかな。どんなにひどい相手だと思っても、手を出した方が悪者になってしまうのが現実だからな。まずはそんな相手と同じ土俵に立たないことだぜ。そうだね、それで自分を見失ってしまうのは本当にもったいないことだと思うよ。やばい状況からは逃げることも一つの手段だよね。何はともあれ、亡くなった3人のご冥福を心からお祈りするぜ。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたら嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。